ちは、のけのけです。チラミネです。今回は、クエスト、黒煙砂漢にして、サイ・イノダヤマズを攻略したいと思います。このクエストでは、グランミラオスの首脳が目的となります。仰々しいクエスト名だね。強いのかな？グランミラオスは、港の最終モンスターという位置づけで、物語上もラスボスと考えて、いいですね。ラスボスなんだ。はい、そのため、非常に大型で高い攻撃力と多彩な攻撃パターンを持っています。ラスボスにふさわしい。それでは早速、今回発動するスキルを見ていきましょう。今回発動するスキルですが、貫通弾、貫通矢アップ、回避距離アップ、高級耳栓、最大数生産、となります。今回は最大数生産なんだ。はい、グランミラオスが超大型のため、どのくらい弾が必要となるかわかりません。そのため、最大数生産で弾が不足することを防ぎたいと思います。攻撃力に関しては、猫飯で暴れ打ちを発動し、保管します。暴れ打ちなの。グランミラオスは、何度も言うように、非常に大型です。そのため、暴れ打ちが発動してブレがついても、特に支障はありません。打てば当たるんだね。そういうことです。それではクエスト、黒煙砂漢にして、サイ・イノダヤマズ、行ってみましょう。戦闘フィールドの厄介ですが、ここは海と陸、2種類に分かれています。そしてグランミラオスは、海と陸を行ったり来たりするので、ハンター側は、両方のフィールドで戦う準備をしてくる必要があります。陸上だけじゃなく、水中戦もあるんだ。はい、ミラオスは最初海に入っているので、まずは水中戦闘になります。結構な深さがあるのに、上半身が海上に出てるね。お風呂に入っているみたい。水中でメインで使用する弾丸は通常弾レベル3となります。そして、なるべく接近して撃ちます。接近戦なの。通常弾レベル3は、長弾でダメージを稼ぐ弾なので、長弾が発生しやすくなる近距離で撃つのが望ましいです。本当は、ゼロ距離で撃ちたいところですが、私も久々のミラオス戦なので、そこまで近寄れませんでした。もう、体力がすごい減ってるもんね。ちょっと尻尾にかすったりするだけで、禁止になっています。さて、先ほどから、ミラオスがこちらにターゲットを向けていますが、こういう時は、ノートをして逃げに徹します。正面からは撃てないの。ミラオスの攻撃の中に、倒れ込みや火球を吐くなどがありますが、ヘビーの移動速度だと、その攻撃に対して回避が間に合いません。そのため、正面ではなく、側面や背面からの攻撃で、被弾のリスクを減らすことが重要です。ただ、側面や背面でも、メテオに被弾したりするので、必ず安全というわけでもありません。あくまでリスクを減らすだけなんだね。この巨体ですからね。安全地帯というのは難しいです。次に、ミラオスを攻撃する箇所ですが、体の光輝いている場所を重点的に狙います。全身発光しているよ。確かにそうなんですが、その中でひときわ発光している尻尾の付け根、胸、背中の翼、ここを狙って攻撃します。また、陸上に上がられると、背中と胸は攻撃が難しくなるため、水中では、この2箇所を優先的に攻撃します。確かに、陸上で立たれると、胸や背中は攻撃しづらいね。それと、水中戦のうちに、翼を2つ、できれば破壊したいです。翼を。はい、翼を破壊することで、メテオを止めることができます。このメテオ、止まるんだね。まあ、私は翼破壊に失敗していますが、いつも爪が甘い。ミラオスの水中に関する説明は、大体こんなところです。それでは少し、戦闘を見てみましょう。前方に対する這いずりをしていますね。これもボウガンを構えた状態だと、避けるのは難しいです。回避性能とかで、どうにかなるものでもなさそう。そして、這いずりついでに上陸しようとしているようですね。メテオ以外の攻撃が止んでいるので、チャンスです。尻尾の付け根に、攻撃を集中しておきましょう。無抵抗状態。
あたりで、こちらも上陸の準備をしましょう。陸上では、温存していた貫通弾を使っていきます。なので、貫通弾をセットし、その後陸に上がります。陸まで、まだ結構距離があるね。ミラオスが上陸仕掛けてるから、近いかと思っちゃった。これだけで、ミラオスの巨大さが伝わりますよね。さて、先に上陸することに成功したので、貫通弾を撃ちながら待っていましょう。ここも貴重な攻撃チャンスです。やっぱり無抵抗状態。ミラオスが完全に上陸しました。大きい。陸上の場合、近接武器だと足か尻尾の付け根への攻撃となりますが、防犯なので上半身へも攻撃が届きます。そのため、まずは胸へ攻撃を集中しておきます。胸へ。はい。ミラオスは胸を破壊すると、V 破壊報酬で心臓を入手できます。また、猫の暴れ打ちが発動しているので、胸以外に翼への攻撃もできるのです。まあ、私は胸の破壊も今回は失敗しましたが、相変わらずガバガバ。ミラオスがこちらを向いたので、ここで一度逃げに徹しましょう。水中と同じ。水中よりはこちらの動作は早いのですが、真正面から戦うと、やはり潰されます。そのため、斜めなどミラオスの攻撃が回避できる位置から攻撃する必要があります。ネペオが厄介だね。翼が破壊できていれば、あれも止められたのですが、今回は諦めて、被弾しないことを祈ります。さっきからすごい被弾しているよね。私のお祈りは無意味でした。この
ーションは先ほどのフラグですかね。気が抜けない戦い。ここでようやく海に帰ってくれます。とりあえずオキニヨネに攻撃を。潜った。こちらも一度戻り玉で撤退しましょう。なんで戻り玉？ベースキャンプの方が安全に調合ができるからです。今の戦闘でだいぶ弾薬がなくなってしまったので弾薬の補充ですね。ここでまた時を飛ばしましょう。再び上陸したミラースとの戦闘です。相変わらずメテオが降り注いでいる。この位置はまずくない。チャチャさんがガードしてくれなかったら直撃されていました。やっぱり正面は危険だね。そうですね。安定の側面攻撃でダウンが取れました。意外とダウンするね。また時を飛ばします。ここでようやく V 破壊できました。尻尾の付け根だけ。胸と翼は難しそうですね。向きを変えてきたので焦りましたが、どうやら海に帰るようです。移動ばかりで忙しいね。時を飛ばしましょう。20分針で水中戦です。また陸上に上がろうとしているので引き続き通常弾レベル3で削っています。まだ往復してるの。なかなかしぶといですね。この辺りが限界のため陸上で貫通弾を撃つ方向にシフトします。上がってきましたね。胸か翼がそろそろ壊したいところだね。とりあえず上半身に攻撃を集中しましょう。15分35秒でした。結局胸と翼は破壊できなかったね。次回以降の課題ですね。ひとまず今回は落ちらなかったのでそれで良しとします。さて今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。